全国各地の豪華な返礼品が魅力のふるさと納税。この時期駆け込み希望者が急増。返礼品の倉庫は大忙し。十二月になりますと、まあ約十倍ぐらい。一日でお礼品がどんどん出ていくっていうような形になります。寄付金のうち、二千円を超える部分は所得税や住民税で戻ってくるため。実質二千円で。 豪華な返礼品を受け取れるのです最近はこんなインパクトのあるものも長崎県再開市の返礼品はなんと無人島を1日貸し切りできる宿泊券ペアの通常宿泊プランは13万5000円の寄付が必要ですがこれも実質2000円信じられますその他にも 神奈川県鎌倉市は湘南モノレールの駅長体験島根県奥出雲町は博物館の宿泊券などユニークな返礼品が続々と中でも一番驚きなのが群馬県の自治体が始めた豊かな自然を生かした目に見えない謎の返礼品その正体ガ GoTo リサーチ

返礼品として選んだそうですどこですか群馬県中野城町ですねはい、はい、実はこの家の電力はすべて群馬県中野城町のふるさと納税の返礼品なんですその名もお礼の電力でもどうして中野城町に寄付をあの島温泉っていうのがありましてねそこにお気に入りの宿がありまして中野城町に行く機会がすごく多くなったんですね そこで大好きな中之条町を応援したいとふるさと納税をするようになったんだそうですところで気になる電気代はふるさと納税でで、えー、最終的にかかる2000円のみですね高橋さんはふるさと納税で寄付した額の3割に当たる電力を返礼品として受け取っています。そのため なんと年間の電気代は手数料の2000円で済んでいるというんです本当にお得でえびっくりですよねその分ちょっとおいしいものを食べたりとかそういうことにできるのでとても助かってますありがたいと思ってますでも一体なぜふるさと納税の返礼品に電気を取材班は群馬県中野城町へ 群馬県北西部に位置する中野城町は花と湯の町として知られています4万の病気を治すと言われたことから名付けられたここ島温泉は人気の観光スポットです中野城町ではもともとこうした温泉街などで使える感謝券をふるさと納税の返礼品にしていましたしかし新たに 町の豊かな自然資源を生かして作られた電気をふるさと納税の返礼品に加えたんです中之条町が今特に力を入れているのが太陽光や水力を使った再生可能エネルギーなんと町が発電所を運営してその再生可能エネルギーでお礼の電力を作っているのです中入ります失礼します 太陽光パネルが一面に並べられていますこれはパネルは何枚ぐらいあるって言えばいいんでしょうか、えー、9000枚だったかな9000枚ここで作られた電気を販売しているのは国内初となる自治体を中心に設立された電力会社中野城パワー町が運営する3カ所の太陽光発電所などで作られた 一般家庭およそ2200世帯分の電力を販売していますこちらの町内の豊かな水を生かした小水力発電所で作られた電気もお礼の電力に使われています水力発電は太陽光と違ってまず24時間発電ができるっていうところとあとは中之城の地形と水を利用して水力発電を行っています ところでお礼の電力はどのようにして埼玉で暮らす高橋さん宅に届くのでしょうか中之条町で作られた電気は東京電力の送配電網で運ばれ中之条パワーが販売する形で高橋さん宅に届けられますつまり埼玉市の高橋さん宅で利用する電気を中之条町で作られた電気だと見なして利用しているのです 中野城町ではその他にもこんなエコな取り組みを。これはあの町の木材が原料で作られてる熱ですね。はい。中野城町の87%を森林が占めています。そこで間伐材を木材のチップに変えて燃料として利用。役場の冷暖房はすべてこれで賄っているのです。すごい。 いい循環ですねあ、そうですね、ええ、全部すべて町の中で分からないということになってますのでなるほどこちらは地元の人たちの憩いの場カフェジッタ生ハムやエビを使ったベーグルサンドが人気ですこのお店も中野城パワーの電気を使っていますこの町の電気を使えるっていうのは私どもにとってもとっても嬉しいことです こうした再生可能エネルギーは環境に優しいのはもちろん、町全体にもこんなメリットが。荒地だったところに太陽発電所設置したりとか、えー、まあ地域の、えー、土地の活用ということもできますし、その地域の雇用とかそういったことにもつな、えー、がっております。地元の若者の雇用も生まれました。 中野城パワーで働いているこちらのお二人も中野城町の出身です。お礼の電力への申し込み数はこれまでにおよそ100件今後その数をさらに増やしていきたいといいます スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。